くの。なんで。おはようございます。すいません、ショールームイベント全然。なんだけど、あ、イベントがじゃないよ。なんかさ、ショールームやるためにこっち側の部屋来ようとしたらさ、パパに捕まった。ずっと今からショールームするって言って、なんなんだろうね。おはようございます。よくわかりません。なんでなんだろう。なんかさ、いつもそうなんよ。なんか今からやるって言ってんのに、なんか知らなしく来てきて、本当に嫌だ。でそっからなんかいつも説教してくるの。何って感じ。ねえ。はよ。メール吹っ飛んでるよね、本当に。どうしよう。色がマジやばい。何の色かよくわからない色してもね。でも結んだら少しはマシになる。あの面積が狭くなるから。え、そうなの。はい。毎回なんかさ、毎回タイミング悪いよね。なんかタイミング悪いっていうか、そのタイミング狙ってたっていうタイミングに話しかけてくるの。意味が分からない。分からないよ。普段話さないくせに、そんな、ね、いっぱい話すわけでもない。なんかどこ行きたいけど起きる場所がない。黒色好きですか。嬉しい。どうしましょう。色がぶっ飛びすぎてる。本当に眠い。いや、ちょっと怒られると思ったんや。いいんだけど。これで結んだらいい感じになりそう。ありがとうございます。そうだ、昨日の夜めちゃくちゃ寒くなかったですか。ダメだ、寒い。声が出ないはずだから。声カッサカサなの。今もちょっと寒いですよね。いやー、それはそう。いやー、本当に
かさがさ、なんかさ、なんかが喋れないもん。なんかが出てこない。そう、なんかさ、台風が夏を連れ去った。本当に昨日寒くて寒くて、ずっとガクブルしてた。話しましたよ、ね、なんか動いたじゃないですか、昨日劇場のこれが、その動いてるリハ、なんかユニットの他の曲、自分が出ない曲で動いた曲があったんですよ。その時にずっと話してた。おはようございます。本当に声が出ない、どうしよう。ロンチーの出番ですよね。次明日から本当に半袖しまう、明日本当にロンチーしまうって思って、あ、ロンチーじゃないし、半袖撮りました。本当にすいません、ごめんなさい。本当におはようございます。大丈夫です。まるまる1休みました。ありがとうございます。すいません、なんだろう、体調が良くなりました。なんだろう、喉が乾燥してたのかわかんないけど、本当に今日声が出ない。何か、なんだろう、生もんかな。生もん食べてないよね。なんか最近食欲すら湧かなくなってきちゃった。声が出ない、やだ。おはようございます。びっくりするほど声が出ない。すごいさ、空気だよね、声が。え、怖い、バグっちゃった。
くしゃみし遅めの反抗期かな。反抗期でもないな。反抗してないもんな。なんだろう。なんかしか出てこないもん。あまりにもガサガサすぎてびっくりなんですけど、自分こんなガサガサのことある？分からない、分からない。なんでだ、なんでだ。前髪巻いてくればよかった。痛くないんですよね、全然。カピカピしてるって感じはするけど絶対それが原因じゃん。喉カピってる。カピカピしてる。そうですよね。カピカピ。エアコンついてたわけでもないのに、なんでこんなカピカピしてんの。だって昨日寝る前にも喉乾いたと思って。なのにすよ、お水なのに。なんでわからない。あ、お仕事行ってらっしゃい。バイバイ。仕事行ってらっしゃい。なあ、今日平日だ。いや、昨日公園。声全然無理してなかったです。なんか後半はあんまりだった気がするけど、前半は平気だった気がする。前半はめっちゃ歌いやすくて、後半はなんかめっちゃ声なんかめっちゃ震えて、なんていうの、なんか違和感があった、自分からしたら。わかんないけど、なんかさ、よくわかんないけど、昨日後半なんかあれあんまりでしたよね。
にここ数日の記憶がないの。どうしたらいい。本当にやばい。記憶がなさすぎて。ここ数日会えないね。ここ分かんない、何日か。尻が動いたんです。重力で。久しぶり。重力では初めてか。今回のチーム A、会長をチーム A での重力の重力新橋公園の。セリを使ったのは初めてでした。だから昨日は劇場に公演始まる前、劇場の公演始まる前にみんなでどのセリが動くのかっていうのを確認したりしました。おはようございます。中がグワングワンしてる。また変な感じ。おはようございます。なんか今日めっちゃ髪の毛綺麗じゃないですか。スンってしてる。ちょっとここ癖、寝癖がついてるけど、こっち側は平気です。ちょっと後ろは見なかったことに見なかったことにしてもらって、めっちゃ今日ね髪がね、くせ毛があんまりないんです。で起きて何もしてなくて、これ口もとかして今手でこうやってただけにしては癖がない。おはようございます。ね、めっちゃなんか色があれですよね。なんていうの、よくわからない色してますよ。ウィッグっぽい。確かに、なんかね、この髪色ね、ちょっとウィッグっぽいですよね。優しい。ありがとうございます。昨日の朝、さすがになんか食べないとまずいと思ってヨーグルト食べたんです。でさ、そのヨーグルト食べたら、食べてからさ、めっちゃお腹壊す。ずっと変な感じしてる。
だよね。さっき冷蔵庫入れてなかったの。夜に買って夜っていうほど夜じゃないな、なんか夕方トゥールの狭間ぐらいの時間にヨーグルト買って食べようと思ったけど無理だってなって、そのまま置いちゃったの。で朝食べたらお腹が変になった。あ、お仕事行ってらっしゃい、バイバイ、頑張れ。やばいですよね、やったなって思った。もう何かしか出てこないよ今日。やばすぎ。めっちゃなんか変な音がするんですよ。胃液の音が。とてもなんかなんて言うんだろうこれ。胃がずっと胃から音が聞こえる。やばすぎる。どうしよう。今7時半から7時から8時までやった方がいいですかね。そしたら1時間で、あと2時間だから、それを夜にすればいいのかな。残りの2時間ダメだ、足がしびれた。元気です、元気です。おはようございます。ダメなの、足がめっちゃしびれる。昨日もね、しびれてさ、そのままさ、足がしびれちゃったの昨日。で歩こうと思ったらさ、正座してないんです。なんか動かなきゃ急にしびれんの足で、歩こうとしたらさ足が効いてなんてさ、え
なんでも痛みがわからないからあれなんですよ。全然無事なんですけど、もうね、足がしびれるんです、めちゃくちゃ。今日は右足です。昨日は左足です。両足こんぶ。急に寒いんですよね。昨日めちゃくちゃ寒くて本当に耐えられなかった。おはようございます。天井を出て出て出髪を結んだら多少はマシになるかなっていう考えです。どうでしょうか。なんかめっちゃ多くない？よいしょ。少しは馴染んだと信じたいです。よいしょ。あ、寒い。そうです、サロペット。寒すぎますよ。今半袖だけどパーカー着て着る予定。寒いから手が冷たい。ダメだ、あくびがまた止まらない。寒い、本当に無理だ。今年冬乗り越えられない。
寒すぎる。ここ寒い。絶対窓側だからだよね。すっごい寒い。冬無理かもしれん。めちゃくちゃ寒い。はい、ダーリン。書いてあった？これ？これはロデオだと思います。ん？どれ見てて？ん？12度しかない？スッキーも体感2度くらいなんだけど体感2度くらい、すっごい寒いの本当に今。なんかもう昨日の夜は特になんだけど、本当に昨日の夜ねやばかったんです。なんかスポンポンで外立ってんかってぐらい寒かった。真冬の夜になんかスキー場でスポンポンで突っ立ってるみたいなレベルの寒さだった。本当に寒くて寒くて無理でした。今もそれに近いぐらい寒い。寒い。寒すぎる。怒ってるね。こたつ始めました。いいですね。寒すぎ。だから今日も騒いでおります。頭が働かなくて何言ってたのか全然聞き取れなかった。昨日16度しかなかったんですか。そりゃ寒いわけだ。おはようございます。いや本当に寒すぎて鳥肌なんだけど、なんか出てきてた。怒っております。でみんなさ、昨日の夜さあまりにも寒すぎてびっくりしてさ、長袖急いで出した人をさ、絶対いると思います。あ、髪の毛が出てきてしまう。
だったらここにパーカーとかあったからすぐ自分のねパーカーとかあったからすぐ取れたのに、今ママたちの服だから自分の隣の部屋に移しちゃったので、取りに行くにも行こうにも行けない。そう、なんかすっごい急に出る、なんでだ。そんなに寒いんですか？最近冬ダメかも、生きていけない。なんか腕のここが消えた気がする。どうした？寒い。服の繊維を突き抜ける風いるじゃないですか。あれが無理、エルサになっちゃう。凍ってしまうよ。ああ無理、寒い、本当に寒いよ、どうしよう。皆さんちゃんと今日は暖かい格好でお外に出てください。絶対寒いよ、だって窓の冷気がすごい。もう寒い寒い、寒すぎますよ。暑いよりマシですか？でも相当着込まないと無理かも。こういう この部屋はエアコンが存在しないんですよ。だから今は服を着みたい、とか何だろう、帽子、なんかね、逆の季節の服とかを全部収納してあります、この辺。そういう感じ、なんか物置的。ないでもニット帽で、先にニット帽ね、あったかいって感じたことがない
の時期は秋物、冬物も出てます。セーターとかニット系も全部出した。少し前だから、あとはロンティー系が半分くらいここの上にしまってるんですよ。だからそれを取らないといけない。それを取ったら OK って感じです。あとパジャマ取ったらおしまいです。収納大きいですね。ここあの席がいつもショールームしてたところあるじゃないですか。そこの後ろが収納だったんですけど、結構広いと思う。てか今めちゃくちゃ暑いよ。手のひら、手のひらがカイロになってる。カイロになった。時間くらい2時間は季節まで書いちゃうなんてことあるんですか。やばすぎですよ。寒すぎますよね、本当に。こんな寒い、本当にここね、最近の記憶がないんです。めっちゃ怖くない？なんか自分何してんのかよく分かんなくなっちゃうんだよね。本当に分かんない。頭がわけ分かんない。
レーナー切れるじゃん。トレーナーが好き。なんかもう何してるか分かんなくなってきちゃう。私前回公園出たのいつかも記憶ないし、全く覚えてない。前回出たのいつだろうみたいな、記憶がめっちゃなんか急に記憶がね本当になくなったの。なんでかわからないです。急に何なんだろうね。急に記憶がなくなりすぎて今パニックだ。そうなんですか。寝てる時に記憶が整理されるんだ。知らなかったです。そうなんだ。ダメだ、寝よう。今日は全然寝よう。わからないし、頭が働かない。私、いじわる目、今変なこと言ってます？今のところ、なんかもう何言ってんのかもわかんなくなってきちゃうな。本当に何よかった。もう何言ってんのかも分かんなくなってきちゃったよ本当に。分からない、全然分からない自分が。ノットコントロールです。どうしよう、次次何時からしようかしら。この話じゃ書いてないです、まだ。もうしばらくしたら買いに行きたいと思います。お疲れ様です。どうこっち9分でしょう。今日の19時59分までじゃ、だから1、2、
17時59分？わかんない。17時59分ですか？そしたらさ、いや、わかんない。待って、頭働かなくて何もわかんない、どうしよう。17時59分合ってます？そしたら2時間19時59分19分から始めますね。次で、この配信は3分に切ります。遅れたから、お仕事行ってらっしゃい。なんで次は17時59分から始めます。泣いてる。下から2番目の子が延々と言ってる。ねえママママ YouTube つけて。ねえママママ YouTube つけて。ずっと言ってる。ランキング、13位、ゆたかさん。12位、あきまつさん。11位、モンキードッグさん。10位、たこうさん。9位、かずささん。ひでのりさん。7位、アレキシさん。6位、中木さん。5位、イニミニマミモさん。4位、白丸さん。3位、モンタさん。2位、ワイルドストロベリーさん。1位の方、漢字は何とお呼びしたらよろしいのでしょうか。教えてくださるととても嬉しいです。あかね空ですか。なんて読むんだろう。そらさん、わからない。1位の方はあかねそらさんですか。合っていますか。違かったらちげえやーって言ってください。1位、あかねそらさん、おめでとうございます。絶対違う気がする。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん、もういらっしゃらないかな。1位の方、おめでとうございます。ありがとうございます。
し訳ないんですけど、なんかね、終わる時間が19時59分なんです。なんで2時間ぴったりやりたいってなるんだってなってるから2時間ぴったりやりたいから、だから7時50分違う17時59分からします。お待ちしております。なんかちょっとそうやばいってんなーって思ったら、ちょっとぐらい見るかなって思ったら見てください。